エレナ・チャウシェスクは、ルーマニア社会主義共和国の元首であったニコラエ・チャウシェスクの妻、ルーマニア第一副首相。夫の独裁政治を生涯にわたって支え、強大な権力を有した。また、その権力によって、名声を得ることになった科学者でもあった。西側諸国からは、好感を持たれたが、1985年、ソ連にゴルバチョフ政権が誕生して、 ペレストロイカを推進すると、1989年12月に起きたルーマニア革命で革命軍に夫と共に処刑された。ワラキア地方の小さな村ペトレシュティで農家の娘、デヌーツァペトレスクとして生まれた。幼い頃は活発な性格ではあったが、勉強が大の苦手で、小学校4年生の時に14科目中9科目で落第を取ったことを機に学校を中退し、後に、 ブカレストの工場で勤務。1930年代半ばにルーマニア共産党に入党。1939年にニコラエチャウシェスクと出会い、1946年に結婚、なおエレナに改めた。結婚後に工業科学を学び、科学研究所で研究者として働いた。また、共産党が権力を握るようになり、彼女は外務省勤務の秘書となる。 夫との間に、長男バレンティン、次男肉、長女ゾヤの三人の子供があり、1950年代は家族の世話に専念。1960年代になると博士号を取得、科学研究所所長となり、ルーマニアの科学分野の発展に貢献したとされるが、イオンミハイパチェパによれば本を読むことも滅多になかったという。1965年に夫が、 党の中央書記長になると、ルーマニアの政治的な偶像として、注目を集めるようになる。1971年、中華人民共和国への外遊で信仰を結んだ、毛沢東夫人の後世が、政治的に影響力を持っていることを知ると、自分も、同じような役割を担うことを望み、1973年に、政治執行委員会の一員となった。1980年には。 第一副首相の地位にまで上り詰めた。さらにこの時期には、夫と共に個人崇拝を強め、科学者としての権威を高めようとした。他人に書かせた100以上もの自分名義の論文を発表し、名誉博士号の収集に熱中した。マニラ大学から名誉博士号を受け取るエレナ子供好きな性格の持ち主として知られ、学校教育や個人員の増設などに力を入れたが、 政権後期になるとその性格が歪んだ形で現れるようになる。ルーマニア政府が国家政策として否認と打体手術を禁止した上に法律で女性に5人以上子供を産むことを強要したことにより後にチャウシェスクの落とし子と呼ばれる大量のストリートチルドレンを産んだことへの責任があると言われている。また保健管理委員会の委員長として活躍し、 ルーマニア国内の学校や保健所の衛生状況の改善に尽力した。1989年、ルーマニアは貿易赤字に苦しんでおり、生活水準が低下していた。また、秘密警察などの監視による言論の統制などで、不満分子を抑圧していたが、西側の情報がわずかに入るにつれ、ついに民衆の不満が爆発したと伝えられている。同年12月、 国民の自由獲得への反政府デモや暴動が全国各地で起こり、チャウシェスク夫妻は逃走した。これらの様子はルーマニア国営テレビを通じ全国に放送された。翌22日、エレナは夫にラ来と共にヘリで逃走を試みる。22日13時、旧国戦線は国営テレビ、ラジオ局を掌握。同17時、 旧国戦線が政権を掌握した。23日に、チャウシェスク夫妻は、トゥルゴビシュテにおいて、旧国戦線により逮捕される。25日、旧国戦線は、チャウシェスク夫妻を、6万人の大量虐殺と10億ドルの、不正蓄罪などの罪で起訴、軍事裁判で、銃殺刑の判決が下り、即日処刑された。処刑直前に撮影された映像では、 連行しようとする軍人たちを口汚く罵る姿が記録されていた。遺体は、ブカレストの玄茶墓地に、夫と別々に埋葬された。今も、チャウシェスク夫妻をしたい、花束を手向ける人も多い。2010年に、チャウシェスク支持者により、夫の元の墓と同じ場所に二人を共に葬る、立派な墓が改めて建てられた。ありがとうございます。